ショッピングサイトを舞台に巻き起こる謎の連続爆破テロを描いたノンストップサスペンスエンターテインメントが誕生。主演満島ひかり、岡田将生ら豪華キャストに加え、石原さとみ、綾野剛、星野源も集結。 TBS ドラマアンナチュラル、MIU404 の世界とつながるシェアードユニバースムービー、映画ラストマイル。この番組では貴重なメイキング映像から撮影の舞台裏を大公開。映画のため6年ぶりに再集結したアンナチュラル、当時のチームワークは健在なのか。当時のやつ再現したの、すごくすごい。私このパリとずっと探してる。なんでなんで。そしてMIU404の最強バディも復活。2人の仲はさらに深まっている。ドラマファン垂涎のオフショットも満載。さらに最強キャストが映画の魅力を語り尽くす。これだけの、あの立場の人たちを一つの物語で描いた。最高のアドベンチャーワールドみたいな場所を作ってもらってる感じなんで、新しいことに挑戦しているって感じがすごく強くて、なんか同窓会みたいな感覚でしたね。大ヒット公開中、映画ラストマイル、最強ドリームチーム大集結スペシャル。毎年11月下旬の金曜日に行われる流通業界最大の安売りセール、ブラックフライデー。その前夜、突如起きた爆発事件。それはやがて日本中を震撼させる連続爆破テロへと発展する。爆発したのは巨大ショッピングサイトデイリーファストから配送された荷物だった。警察はすぐさまその配送センターを捜査。配達員によると荷物を渡した直後に爆発したと。爆発するような商品はうちでは扱ってません。そこにいたのは配属されたばかりのセンター長エレナと、入社2年目ながらチームマネージャーに抜擢されたコウ。荷物の中身デリフォンです。現代の生活に欠くことのできないインフラ、ネットショッピング、そこがテロの標的となった。こいつが爆発する可能性は。事故の報告はこれまで一つも上がってません。看板商品の中身が爆弾とすり替わっていたら、私たちは海苔弁当を出荷したのにお客様に唐揚げ弁当が届くんですよ。海苔弁から唐揚げって豪華になってますよね。あの例え下手ですか。全商品を証拠物として差し押さえる。デイリーファストは配送停止の危機を迎える。大損害じゃないですか。ブラックフライデーのセールが始まり、上司の五十嵐はエレナに対しこう告げる。売上目標は1万台、稼働率は 70% 以上です。エレナはコウと共に未曾有の事態の収拾に奔走。爆発の原因を探し出していく。すいません、荷物を一旦止めるとはどういう。また人が死んだら責任取れないでしょ。ええ、また爆発するってことですか。終わることのない爆破テロ。ドライバーの主なんだと思ってんだもんね、やろ。物流は大混乱、その影響はさらに広がっていく。そして物語はアンナチュラル、MIU404 の世界とつながるシェアードユニバースムービーとして急展開する。通ります。在庫ゼロってどういうこと。オペ1時間後だよ。できないと患者さん死ぬよ。押します、押します。真相究明に向け動き出す警視庁の機動捜査隊。爆弾なんて動機は何だ。あれ来るんですよね、爆発のご遺体。初めからうちによこせ。さらに死因究明専門のスペシャリストも加わり、事件の謎へ迫っていく。ネットショッピングは決して止めることができない現代社会の生命線となっている。今作では物流に関わるさまざまな人々がお互いの立場で対立。
これ爆発しないよね。そこにフォーカスを当て、連続爆破テロに巻き込まれていく事件をエンターテインメント作品へ昇華させた。果たして配送を止めずに爆弾を止められるのか。全ての謎が解き明かされるとき、この世界の隠された姿が浮かび上がる。止めませんよ、絶対。ルナード・エレナ役、満島ひかりさんです。よろしくお願いします。撮影が始まったのは2022年末。主演の満島ひかりと岡田将生は物語の中で描かれる難しい役柄に全力で挑んだ。私のことはセンター長ではなくエレナで。満島が演じたのは巨大ショッピングサイトデイリーファストのセンター長に赴任した船戸エレナ。お宅のカスタマーがつながらないせいでこっちにクレームが来てるんですよ、山ほど。メディカル便の荷物は今どこにあるんですか？そのデータは？目の前に困ってる人がいると考える前に手が出ちゃってる人って感じ。自分以外の人に深く手を差し伸べなきゃいけない事柄がこの人の人生には来てしまう。それにもしかしたら少しだけ今まで逃げて対応してきたかもしれないけど、いよいよ本当に真正面からその問題を解決することに向き合わなきゃいけないんだっていう、めんどくせーっていうのとやらなきゃっていうのと両方があるような人でしたね。実はエレナは満島に向けて当て書きされた役柄。しかし演じるにあたり不安もあったそうで。事件が起きた方ととても遠い距離にいるけど、その人の家庭に直接届く物流を扱ってるって仕事なのが、このマクロの部分とミクロの部分が両方ある、頭の中の動線がたくさんの張り巡らされてて、狭く深くならないようにとにかく広く浅く、一人一人の人のこう深すぎる気持ちに一緒に溺れないようにするみたいなのは本当に気をつけてて。覚悟を持った女性エレナになりきるため、こんな変わった役作りも。とりあえず自分もギリギリに少し追い込んでみようかなと思って、そのラストマイルの先の仕事を一個も入れないで、ラストマイルで私はもうこの仕事を辞めるかもしれないっていうふうに自分を追い込んでスケジュールを空にしました。もうそれが一番の役作りでした。そして梨本浩です。岡田将生はエレナと共に未曾有の事態の収拾にあたるチームマネージャー梨本浩を演じた。特に人生にときめいてないです。ここで一番長いよね。長いといっても2年で、これといって特に熱を帯びている人間ではあるが、それを自分から自らそのスイッチを切った男であるというのが、なんかとても自分の中では腑に落ちた役で、まあ満島さんと基本的に2人でいることがすごく長かったので、満島さんを見続けることで梨本浩っていうキャラクターが浮き彫りになっていくんではないかなと思って演じていました。満島同様、岡田も演じるのに苦戦したという。僕たちの外でいろんな方々が動いていて、あらゆる事件が起きているっていうのを、現実味がないというか、そのリアクションをどうこう違和感なくこうやるのかっていうのをすごく、まあ、満島さんともこうお話をしながらやっていたんですけど、まあ、一つ一つこう丁寧に監督と話しながら作っていった感じがすごく難しかったですね。2人が共演するのは実に14年ぶりのこと。お互いどんな印象を持っていたのだろうか。彼のそのお芝居の向かい方とか、画面の中にいるその役の佇まいとかに、どこかなんかリスペクトがすごくあったっていうのが大きかったなって。その日その場で演じるとはこういうことですっていうのを満島さんに見せつけられてる感じがして、僕自身もこうであるべきだということを常に思わせてくれる方でした。お互いが
俳優としてリスペクトしている2人だからこそ築けた信頼関係、その2人が演じるエレナとコウの関係がどのように変化し物語を紡いでいくのか、この作品の見どころの一つ。どうやらうちがターゲットです。そう言ったらどうなる。今作ではこの2人を中心に物流に関わる様々な人々がお互いの立場で対立していきます。ドライバーの主なんだと思ってんだもん、やろ。 10,000 defunds the first month. We won't meet our sales targets if we stop the service, so...エレナの上司にあたるデリファス日本支社の統括本部長、五十嵐道元を演じたのはディーン・フジオカ。エレナっていうキャラクターとの出会いで五十嵐がどんどんこう火がついていって、まあ、いい意味でも悪い意味でも彼にとって、まあ、追い込まれていく、向き合っていく、いろんなドラマがあったんだろうなっていうのを語らずとも、描かずとも感じられるような存在になれたらいいなとは思いながら頑張りました。デリファスの商品を客の元へ届ける運送会社羊急便、その関東局局長八木隆平を演じるのは阿部サダヲ。うちはデリファスさんの荷物だけ扱ってるわけじゃないんです。ちょっと羊急便っていうところで八木って怪しいなと思ったんですけど、なんか、うん、そう来たかっては、まあ、一つ思いましたね。やっぱり上に行けば行くほどこう挟まれてくるんですね。上からのあれも通じないところもあるので、そこのこうストレスが溜まってる感じも出したいなと思いつつ、なかなかも難しい役ではありました。羊急便の委託ドライバー佐野親子を演じたのは日野翔平と宇野翔平。1個150円って安いんだよ。名前切ってんじゃねえよ。爆発事件の真相を追う刑事役にはアンナチュラルやミュー404にも出演していた大倉浩二と佐向よし。爆弾にすり替えられたか。この他魅力的なキャストたちがラストマイルに関わるさまざまな人物を演じ、この世界を彩っているのでお見逃しなく。 CM の後はあの名作ドラマのキャストたちが帰ってきた。そして貴重なメイキング映像から撮影の舞台裏を大公開。大ヒット公開中、映画ラストマイル。今作を手掛けたのは監督の塚原歩子と脚本家の乃木明子。そんな最強タッグが手掛ける今作、魅力の一つがドラマアンナチュラル、そしてミュー404の世界とつながるシェアードユニバースムービー。映画のために石原さとみ、綾野剛、星野源をはじめとするオリジナルキャストが再集結。アンナチュラルは事前死救命研究所で働く人々が死の裏側にある謎や事件をスリリングに解明する法医学ミステリー。うちはうちの仕事をきっちりやってるんです。一番初め綾野剛さんから連絡が来て、みことやったねって来たんですよ。どういうことと思って、アンナチュラルまたできるんだと思ってすっごい嬉しくて、ね、ミュウも大好きなので一つの作品でつながれるんだと思ってすごく嬉しかったですし、ミスミみこと役石原さとみさんです。新規撮影は実に6年ぶり。石原演じる三角美琴が所属する自然死救命研究所、通称 UDI ラボも当時を完全再現。ちょっと食べてるか、カリンとかなんか。当時のやつ再現した。いや、すごくかわいい。私このカリンとずっと探してた。直前まであのアンナチュラルを見返してたので、もうテレビの人が出てきたみたいな感じになって中野さんいるみたいな。すっごく久しぶりなんですけど、一瞬にしてなんかホームに帰ってきたような、なんか同窓会みたいな感覚でしたね。あの UDI のオフィスで撮ってたあの時の感覚にふわって一瞬にして戻ってくる感じが、まあ、ものすごい面白かったですよ。幸せなこう心地の良い疲れを今こう体全体全身で味わってる感じです。ブランクを感じさせないチームプレーで
アンナチュラルの世界を作り上げました。そしてMIU404 は対照的な気質の刑事2人が犯人や被害者と向き合う姿を警視庁機動捜査隊を舞台に描く刑事ドラマ。相棒。こちらは4年ぶりの新規撮影。当時はコロナ禍という過酷な状況の中でチーム一丸となって完成させた作品でした。こうして愛された作品が、ちゃんとまだ生きていて幸せでした。昔の現場に戻ったような気もするんですけど、新しいことに挑戦しているって感じがすごく強くて、その仲間にちょっと入れてもらえたっていう感覚が嬉しいなと思いながら撮影してました。ミュウをもう一度やるの、なんかもう本当になんかちょっとパニックでした。すごく大好きな役だったので、もう一度キキョウさんがやれるんだと思って楽しみでしたし、なんかご褒美的な感じでした。4年の時を経ても2人の最強バディぶりは健在。今回やっぱでも改めて思いましたけど、やっぱ島がいないと楽しくないですよ。ゆうきは僕自身も楽しくないし、あったかい人ですよ。ゆうきに対してなんとなく感じたのは、ゆうきやっぱりうるさいなっていう思いまして、前はいちいちこうしっかり突っ込んでたイメージがあったんですよ。しっかり呆れたりとか、なんかもうはいはいみたいな、あしらい方がこうすごい自然になってるんだなっていうのはなんか演じながら感じました。この2つの作品のキャストたちが今作でどのように交錯していくのか、ここも見逃せません。そして3つの作品すべてに関わっているのが主題歌を担当する米津玄師。アンナチュラルのレモン、そしてMIU404の感電に続く書き下ろした主題歌ガラクタ。この後は米津玄師が主題歌に込めた思いを語る。壊れてたらいけないんだろうか。大ヒット公開中、映画ラストマイル。その主題歌を手掛けたのは米津玄師。ガラクタが生まれた背景には子供の頃の忘れられない記憶があった。廃品回収業者ってあるじゃないですか。あれがなんかすごい好き で、その文言の一節に、壊れていても構いませんっていう、あのフレーズがすごい頭に残ってたんですよね。すごい寂しさもあるし、と同時にこうなんか壊れてても構わないっていう、その懐の広さというか、そういうものがこう同居してて、ガラクタを作る上で大きな、柱になったんですけど。米津はこのフレーズを歌詞に落とし込み、爆破事件の裏に隠された人の命の尊さを表現していったという。ガラクタの歌詞の一節にも、その壊れてても構わないからっていう、そういうふうなニュアンスの言葉が入ってたと思うんですけど、完全に壊れてない、もう無傷の状態の人間がこの世にいるかと言われたら、それは一人もいないような気もするし、大なり小なり、そういう壊れかけの部分、壊れてる部分っていうのを抱えながら人間は生きてて、生産性だとか、社会にとって価値があるかとか、そういうので測っていけば、もう言うまでもなくその優生思想的になっていくし、それをある程度許容することが大事なんじゃないかなってすごい思うんですよね。映画にとっても遠くないというか、そう重なる部分なんじゃないかなと思った。誰が誰に爆破事件を描いたサスペンスエンターテインメント作品に米津の歌詞が加わり、より深い世界観が構築された。心を震わす主題歌にも注目です。見どころ満載の映画ラストマイル。最後に2人から皆さんへメッセージが。エンターテインメントですが、
とても社会的に今起きている問題もあのテーマに含まれているすごく深い刺さる映画になっています。決して裏切ることのない映画になっていますので、ぜひ劇場で見ていただけたら嬉しいです。ドラマを見てきた人にとっては、えっこの役の人がこうなってるのとか、あこの人がこうやって関わってくるんだっていうことも楽しみの一つですし、プナド・エレナさんという役自体がこの映画にとっての爆発物みたいな面も秘めているので、この船戸さんのいろんな動向とか細かな動きとかにも注目して、一度目見ただけでも面白いと思うかもしれないけど、もしかしたら二度目見るとだからエレナさんあの時こう言ってたんだっていうことが見れたり、まあ何度見ても違った楽しみ方のできる作品になってると思います。映画見た後にドラマを見ても、ドラマ見た後に映画見ても楽しい作品になってると思いますので、ぜひ劇場で、本当劇場で見た方がいいと思います。ブラックフライデー前夜、ショッピングサイトを舞台に巻き起こる謎の連続爆破テロ、主演満島ひかり、岡田将生に加え豪華キャストが集結。監督塚原あゆ子、脚本野木亜紀子が描くノンストップサスペンスエンターテインメント。爆発したのはどれもデイリーファースト社から出荷された商品です。爆発するような商品はうちでは扱ってません。センター内の全商品を証拠物として差し押さえる。大損害じゃないですか。もうルート配送に出ちゃってますから。爆発したりしないでしょうね。おい一番脱ぎ。爆弾なんて動機はなんだ。倉庫の中で爆弾が入れられた。これが本当なら1ダースの爆弾が、爆弾が1ダース回ってうちがターゲットです。そう言ったらどうなる。オペ1時間後だよ。できないと患者さん死ぬよ。ドライバーの主なんだと思ってんだこの野郎。止めませんよ絶対。映画ラストマイル大ヒット公開中、ぜひ劇場でご覧ください。